はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久々に和歌山県に来ております。なぜですね、僕が本日和歌山に来てるかと申しますと、なんとこのラスカル新井、自販機事業を始めます。ありがとうございます。僕もね、長く YouTube で一応ね、動画活動をやっておりまして、皆様にですね、いろいろなお店を紹介してるかと思うんですけれども、やっぱりね、お住まいによってはなかなかお店に伺えないとコメントをね、いただくことも多くあってですね、やっぱちょっとそういうところモヤモヤしてる部分があったので、それであればいっそ自分で自販機を作って皆様にね、食べていただけるような場を作ろうということで、思い切ってですね、自販機事業を始めますで、その事業開始にあたって1台目にね、置かせていただくのが、ただいま訪れておりますすさみの道の駅に設置が決定いたしました。で、こちらのね、自販機の方は本日から発売始まっておりますので、ちょっとね、自販機の方に行ってメニューの確認だったりとか、実際にね、そちらの冷凍ラーメン食べていこうかなと思っております。こちらの置かせていただくね、すさみの道の駅、実はめちゃくちゃ普段から人が多いんですよ。で、今日なんかは日曜なのでね、もう11時前ですけど、ほぼ満車なので、まあ和歌山のこの白浜とかすさみの方に来る方は大体ね、お土産を買いに来るような場所だと思うので、買いやすいかなとは思うんですけど、でちょっとね、皆様にじゃあ自販機どのように設置してるか見てみましょう。今回の自販機こんな感じでございます。こちらがですね、僕が監修して作らせていただいた和歌山豚骨醤油ラーメンでございます。やっぱりね、和歌山のご当地ラーメンといえばこちらの豚骨醤油が有名なので、まずはね、一品目としてご当地ラーメンを作らせていただきました。その他にもこういった和歌山の特産物であるイノブタを使ったお肉だったりとか、こちらのね、ハンバーグなんかも販売しております。もちろんね、冷凍商品なので買ってご自宅で調理していただければすぐ食べれるものになってますんで、ぜひね、こちらのすさみの道の駅に来た際には買ってみてください。今後はですね、 FC とかを募集させていただいて、全国的にね、この自販機が広めればいいなと思うんですけれども、まだまだですね、ちょっと遠くて買いに行けないよってお客様のために、こちらのね、自販機の開始とともにですね、EC サイトも開始しております。そちらの方はですね、概要欄に記載しておきますので、ちょっとね、遠いよって方はぜひネットの方からね、今回作らせていただいたラーメン購入してみてください。ちょっとね、こうやって話してるだけじゃどんなラーメンかね、わからないと思いますので、この後ちょっとね、特別にこちらの道の駅さんにある食堂の方でラーメンを作りいただいて試食してみようと思います。そしたらちょっとね、このラーメン買っていきましょうか。はい、出ました。はい、今回の商品ね、こんな感じでございますね。まあ、いわゆる冷凍ラーメンのように、これスープと麺で別添えでチャーシューが入ってますんで、これね、調理していただいて食べていこうと思います。よし、ということで、ただいまですね、この販売しているラーメンを、まあ、特別にね、この道の駅の食堂で作っていただきました。今回のラーメンはですね、こんな感じでございますね。もうね、スープ見てもらったら分かると思うんだけど、めちゃくちゃ濃厚です。今回はね、特に大食いというわけではなくて、皆様がね、食べるであろうこの通常の、ね、一食を普通にね、食べていこうかなと思います。いただきます。スープこんな感じでございます。しっかりと醤油が効いてるよね。うまい、やっぱうまいなこれ。あ、うん、ちょっと麺いこう。麺はですね、こんな感じでちょっと縮れ目の太麺になってまして、しっかりとね、これスープ絡んでいきますよ。いただきます。うん、あ、うまっ。別に自分の商品だからこう忖度してとか全くなく、うまい。ほんとね、今回の商品はこれできるまでも10回ぐらい、もうそれ以上かもしれない、もうそれぐらいね、試行を重ねてやっとできた一杯なんですよ。
だからちょっとね、このそういったね、いろいろ苦労のあった商品がこうちゃんとね、世に販売できるようにこの商品となっていることがなんか嬉しいっすね。でこちら今回のラーメンなんですけれども、先ほどねお話ししたように和歌山のご当地ラーメンを意識してね作ったようなラーメンになっているので、まあ、ご当地ラーメンっぽさを残すためにわざとねこのすっきりと豚骨をさせるんじゃなくて、ちょっとねこの香りもしっかりと残しつつ仕上げたねスープなので、ちゃんとね和歌山ラーメンらしさ出てると思います。ただいまですね、こちらラーメンしっかりと完食させていただきました。はい、ということでごちそうさまでした。ということで本日はですね、ほぼ告知動画のようなものなんですけれども、僕がね監修させていただいたラーメンがこちらね、すさみの道の駅で販売することになりました。ぜひね、こちら和歌山県の白浜やすさみの方に旅行に来た際にはね、僕のねラーメンを買っていただきたいんですけれども、なかなかね遠いって方は今回ね EC サイト、ネットで買える通販サイトもございますので、概要欄に記載のねそちらのサイトをチェックしてみてください。またですね、今後こちらの自動販売機なんですが、全国的にね広げたいと思っておりまして、自動販売機ご興味がある方はぜひね FC の募集も行っておりますので、そちらも概要欄の方からお問い合わせをいただけると幸いでございます。今後はね FC の店舗とかも増えていけば、各店のね冷凍の商品なんかも EC サイトでね販売していって、どんどんね商品のラインナップを増やしていく予定ですので、そちらもですね合わせてチェックしていってください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が届いたらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね自販機サイトの EC サイトの方も必ずチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。